エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回は初心者弓使い向けの全スペシャル対策と対応優先度についてとなります。トライストリンガーを使っているとデスを抑えつつキルを取るということを考えると対策というのはとても大変なことです。特にスプラ3はスペシャルが強くなっていることもあり、名前通り必殺技としてキル性能が高くなっています。そのため視界の広さを取れる光栄としては、チームが崩れないようにスペシャルに合わせて対策を練ることが必須になってきます。ただスペシャルの対策をしようといっても何を基準に対策をするのかわからないと思います。そこで今回はスペシャル別に対策の優先度と対応策別にまとめて次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずトラストとして最優先で対処するスペシャルを話していきたいと思います。そのスペシャルはカニタンク、ポップソナー、グレートバリア、ジェットパックとなります。このスペシャルはどれも時間を使ったスペシャルとなっており、発動時間が長いほど試合が苦しくなるものとなります。ただ弓として対策ができるスペシャルでもありますので、見つけ次第優先的に対処をしたいと思えるスペシャルです。それでは一つずつ話していきたいと思います。まず一つ目はカニタンクです。こちらのスペシャルは機動力は低いものの攻撃力の破壊力が高く強いスペシャルですね。こちらのスペシャルに関しては継続時間が長くなるほど動き回ることが難しくなる相手となります。迫撃弾が強いため壁裏に隠れても逃げ切れないスペシャルとなりますね。カニタンクの対策ですが、基本的にはメガホンレーザーを使うことになります。理由としてはカニタンク側が逃げないと貫通で倒される危険があるからです。カニタンクは機動力が遅いため、攻撃しながらの移動ではメガホンを避けるということは難しくなっています。そのためメガホンをしっかり当てる方が相手は倒せなくてもスペシャル自体を無効化することが可能となるわけです。コロコロ移動して時間の無駄にさせるっていうのもかなり有効ですね。でもしさらに確実に無効化にしたいっていうのであれば、メガホンから逃げるカニタンクに対してメインを当てるように攻撃していきましょう。ちなみにですが、大仏ギアを積んでいればフルチャー2発で破壊が可能となります。2つ目はポップソナーです。こちらは発動時間が長いだけで味方の動きが鈍るスペシャルとなります。このスペシャルの嫌なところは、避けるにしても強制的に動きが制限されるという点ですね。また対面をしていた場合、このスペシャルが飛んでくると対面難易度が上がるだけでなくデスリスクも跳ね上がります。後衛だから影響は少ないように感じるかもですが、前衛がいないと辛いのが後衛の仕事というところになりますので、対策は必須となってきますね。でこちらの対策ですが、基本的には即破壊というのを目指していきましょう。メインフルチャをしっかり当てれれば2発で破壊することも可能です。ピロピロリンっていうような音を聞いたら、まずは視界に入れるようにしておきましょう。この視界に入れるっていうのが非常に大事です。ちなみにですが、こちらも大仏ギアを積んでいればフルチャ一発で破壊が可能となります。発動前に破壊も可能となります。3つ目はグレートバリアです。こちらは矢倉やエリアといったルール関与を無理やりしてくるスペシャルとなります。脅威としては守れる範囲の大きさと耐久値の高さですね。そのため破壊できるなら早めに破壊して敵にカウントを取らせるチャンスを潰すということが重要となります。こちらの対策としてですが、メガホンレーザーをしっかり使うことが必要です。メガホンのいいところは貫通ですよね。そのためバリア内にいようが攻撃を通すことが可能となります。ルール関与を防ぐことができますね。またこの時にメインでバリアの上部に半チャージした弓を当てると破壊自体も速くなりますので、積極的に狙っていきましょう。でなんで半チャージなのかというところなんですが、チャージ1周目の地点でダメージは実は最高点になります。なので半チャージで打つっていうだけでも問題ないんですよね。でフルチャージするよりも時間が短縮でき、連射にも近い攻撃ができるので破壊がスムーズになるっていうのがあります。4つ目はジェットパックです。最近環境入りとなったスペシャルですね。上空から一気に攻めてくるのでとても厄介なスペシャルかと思います。
またアプデによって爆風の範囲とジャンプ力が上がったため、上から狙われることが多くなったのかなと思いますね。こちらの対策ですが、まずは逃げる一択となります。というのも、対策をするにも安全圏に逃げないとダメなんですよね。安全圏かつ壁の裏に隠れれたら、メインで一角を狙うようにしていきましょう。狙うコツですが、飛距離に関係なく、まずはしっかりレティクルで捉えるようにするっていうのが意外と大事です。局者を狙ったりすると外れやすいですね。で、狙うタイミングとしては、敵がジャンプをした時か、攻撃を避けた後になります。反撃を食らってやられたら意味がないですからね。しっかりとタイミングを見て狙っていきましょう。タイミングがなければ無理に狙う必要はないです。さて、優先的に対応するスペのお話をしましたが、いずれにしても逃げてから一気に叩くということが大事です。しっかりと下がって反撃をするようにしていきましょう。続いてはタイミング次第でチャンスに変えることができるスペ対策となります。対策するスペシャルは、食ワンダー、吸引機、サメライド、ナイス玉となります。こちらのスペシャルはいずれにしても対策が同じになるので、まとめて説明をしていきたいと思います。まずこの4つの共通点としては、発動後の硬直が長いという点です。直ワンダーに関しては、移動してからジャンプを挟むため自然と硬直時間が発生してしまいます。その他のスペシャルも発動後に硬直が発生するので、このタイミングを狙うことが重要となります。で、簡単に4つを説明していくと、直ワンダーは高速移動した後にジャンプを直当てで狙う。吸引機は吸引の終了タイミングを直当てで狙う。サメライドは壁裏に隠れて発動後の硬直を直当てで狙う。ナイス玉は投げる前にしっかりとメインを当て、これでダメージをちょっと削り、着地の硬直を直当てで狙うっていうのになります。ナイス玉がちょっと難しいところですね。で、いずれにしても硬直を狙うっていうのをすると、しっかり倒すことが可能なスペシャルになります。ただスペシャルの発動を止めれるっていうわけではないので、避け切ることが重要になります。またメガホンに関してですが、吸引機には有効ですが、無敵時間やアーマー破壊の補助程度っていうふうになります。カニタンクやグレートバリアが相手にいないなら、積極的に使っていい相手かなと思いますね。続いては交代優先で攻撃に備えることが重要になるスペ対策となります。対策するスペシャルは、エナジースタンド、デコイチラシ、メガホンレーザー、マルチミサイル、アメフラシとなります。こちらのスペシャルはいずれにしても対策が同じになるので、まとめて説明していきたいと思います。このスペシャルの共通点は、攻撃の起点になるという点です。起点になるということは、相手が攻めやすくなるスペなんですよね。そのため、敵のゴリ押しが発生するきっかけとなりますので、その場から一旦引いて相手の攻撃をしのぐことが重要となります。まず簡単に対策をそれぞれ話していきたいと思います。エナジースタンドはエナスタ周りを警戒してメイン攻撃を置いておきましょう。デコイチラシはデコイチラシの一番後ろに下がり、破壊を始めましょう。一番後ろを壊すのが大事です。メガホンレーザーは味方と被らないように端っこに動いていきましょう。マルチミサイルは交代はしますが、通路に落とさないようにしましょう。味方を巻き添えにしないためです。アメフラシは足場を取られるため、すぐにその場から逃げましょうとなります。いずれにしても事故率が高くなるスペが多いですよね。エナスタ以外は複数に対して攻撃も可能となってます。足場の確保ができていない場合は、すぐに退路を準備して逃げるようにしましょう。で、この中でもエナスタに関しては事故率が増えるっていうのは、敵がデスを恐れず突っ込んでくるためとなります。この場合、相打ちでも不利になってしまうんですよね。しかも倒せたとしてもスペゲージも減りませんので、油断してると事故につながるっていうことがあります。なので、デスせず対応できるように一旦引くことを考えておきましょう。最後は逃げる一択が重要になるスペ対策となります。対策するスペシャルは、ウルトラショット、トリプルトルネード、帝王イカ、ウルトラハンコとなります。こちらのスペシャルはいずれにしても対策が同じになるので、まとめて説明していきたいと思います。このスペシャルの共通は、判断ミスをすると逃げ切れない可能性が高いスペシャルとなります。
スペシャルの中でも無敵時間や射程が長く、弓では対策が難しいスペシャルばかりというところですね。壁裏にいようが関係ないですからね。それでは簡単にそれぞれの対策を話していきたいと思います。ウータラショットは発動音に合わせて大きめの壁裏に逃げることが大事です。トリプルトルネードは広めの通路から逃げるようにしましょう。平王以下は高い場所や段差に移動して時間を稼ぎましょう。ウルトラハンコは高い場所や段差に移動して避けるようにしましょう。となります。逃げようが相手次第では問答無用でキルされるスペシャルなんですよね。しっかり避けきるっていうことが大事です。まあスパジャンで逃げるのも本当ありですね。特にウルトラショットに関しては壁に当たろうが回転しているため一発だけ飛んでくるっていうこともあります。壁裏にいても当たることってよくありますよね。で、壁裏だろうが安心できないっていうのがこの4つのスペシャルの特徴となりますので、しっかりと避けてから倒すようにしていきましょう。ただいずれにしてもメガホンが有効ではあります。メガホンで狙いを定めにくくして少しでも気をそらせるようにしていきましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。初心者弓使い向けの全スペシャル対策と対応優先度についてはいかがでしたでしょうか。スペ対策は後衛として防衛を成功させるためには大事な要素となります。生存して反撃できるだけでかなり有利になるんですよね。ただ反撃を狙いすぎると後ろからチームが崩れてしまうという原因になりますので、最優先以外は逃げることを考えておきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。